今日も授業に部活に疲れたな。わあ、すごい目立つ格好の人がいる。あれ、もしかしてあの人、キュン君の執事のセバスチャンさん？セバスチャンさん、こんにちは。あれ、ジーニャさん。あの、その格好どうしたんですか？いつもの服装と全然違いますね。ああ、お恥ずかしい。ジーニャさんに見られてしまいましたか。実は本日、クリスチーヌちゃんとフランソワちゃんのハイタッチ会に行ってきたのです。へえ、セバスチャンさんにもそんな趣味があったんですね。はい、いわゆる推し活ってやつですね。推し活？推し活とは自分が推している、つまり好きなアイドルやキャラクターなどのライブに行ったり、グッズを買ったりして応援することを推し活というのですよ。なるほど、推し活か。ジーニャさんは何か推し活していらっしゃらないのですか？私は特に何も。そうですか。推しがいると世界が明るくなって癒されますよ。日々の疲れなども吹き飛びますしね。ぜひジーニャさんも推しを見つけてみてはいかがですか？はあ。おっと、ついつい長話になってしまいましたね。それでは私は自宅に帰って、お坊ちゃまのお食事の準備がありますので、お気をつけて。さようなら。推し活か。でも推しってそんな簡単には見つからないだろうしな。あれ、すごい人だかり。なんだろう。シベリアです。ロボだ。二人合わせてシベロボです。さあ、今日は何をするんだ？今日は中野島にあるパンダーランドをリポートするぜ。それじゃあ早速向かおうとするか。レッツゴー。はい、オッケーです。この人たちすごい人気なんだな。応援ありがとうな。またね。かっこいい。行かないで。押さないでください。みんな夢の中で会おうぜ。夢の中で会おうぜ。キュー、頑張ってない。やばい、これは押したい。はあ、かっこよかったな。確かあの二人組シベロボって言ってたよな。モリスタグラムで探してみようっと。へえ、シベロボって二人組のアイドルなんだ。わあ、かっこいい。ロボくんもかっこいいけど、私はやっぱりシベリアくん推しかな。シベリアくんって誰？わ、いきなり何よ。夜ご飯ができたからお姉ちゃんのこと呼んできてってお母さんが。ねえ、それよりシベリアくんって誰？お姉ちゃんの好きな人？好きというか、推しってやつかな。推し？そうそう、今日の学校帰りにたまたまシベロボのロケを見て、ああ、推したいって思っちゃったんだよね。かっこよかったな。へえ、よかったね。お姉ちゃん、そういうの興味あったんだね。そうだ、シベロボの YouTube 探してみようっと。お姉ちゃん。え？夜ご飯。あ、はーい。ふう、できた。貯めてたお小遣い全部使っちゃったけど後悔はない。何これ？何って、シベリアくんの超かっこいいポスターだよ。なんか視線を感じちゃって勉強に集中できなさそう。シベリアくんに勉強するところずっと見てもらえるんだよ。逆に頑張れちゃうよ。私はすごく気になるんだけど。それと、この段ボールの山は何？はあ、それもシベロボのグッズだよ。ガチャガチャで欲しい絵柄の缶バッジがなかなか出なくってさ。欲しい缶バッジが出るまで何軒もお店を回って回してたら50個も集まっちゃって、持って帰るの大変だったんだ。50個？お金がもったいない。もったいなくないよ、これは推し活だもん。あ、そろそろ配信が始まる時間だ。今日はライブ映像が YouTube で配信されるんだよね。
シベリア君かっこいい。ねえ、うるさいよ。音量下げて。これじゃうるさくて勉強もできない。ちょっと、さっきからうるさいわよ。何してるの？はい、お母さん見てよ、はい、お姉ちゃんが推し活してるんだって。はい、推し活？はい。シベロボの曲聴いてるよ。僕もうノイローゼになりそう。お母さんまでノリノリだし。ねえ、お父さんも見てよ。最近お母さんとシベロボっていうアイドルにハマっててさ。あ、こっちがシベリア君でこっちがロボ君ね。それでこの曲がトゥトゥライドって言うんだけど、神曲でさ、もう沼にハマっちゃってるから。はぁ、トゥ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 。あれ、お父さん、話はまだ終わってないよ。お父さん、どうしたんだろう。アイドル嫌いなのかな。お父さんは、ジーニャがアイドルに夢中で、やきもち焼いてるんじゃない？そんな。もう、お父さんの前では、シベロボの話しない方がいいね。やっとシベロボから解放されるよ。お母さん、何か手伝うことある？そうね。今日は、洗い物をしてもらおうかしら。はーい。最近チーニャがたくさんお手伝いをしてくれるから助かるわ。後でお家賃あげるからね。へへ、推しのためにお小遣い貯めないと。そうだ、お母さん、今度一緒にシベロボのライブに行かない？ライブ？そうそう、生のシベロボが拝めるんだよ。ね、いいでしょ。でも、お父さんがなんていうか。じゃあお父さんには内緒で行こうよ。ね、お願い、お手伝い頑張るからさ。そうね、ロボくんに会えるなら行ってみようかしら。やったー、生のシベロボに会えるぞ。今日は来てくれてありがとう。最高のライブになったよ。楽しかったよ。お前ら最高だぜ。ロボくん、かっこいいわ。これからも俺たちについてこいよな。ついてくよ。どこまでも行くわよ。ただいま。おかえり。ライブどうだった？もう、ほんと最高だったよ。あんなに興奮して大声を出したのも久しぶりだったわ。それは良かったね。ライブの時にみんなで声を合わせるところがあってね。お母さん、行くよ。うん。言いたいことがあるんだよ。やっぱりシベロボかっこいい。好き好き。なんか始まったよ。やっと見つけた王子様。聞いてあげよう。世界で一番愛してる。愛してる。お父さん？お父さんには刺激が強かったみたいだね。お父